芸式典がやっと終わったんだぞ。いつも以上に学園長の話が長くてうんざりだ。あいつよくあんなに喋れるよな。だって俺様つまんねえ話には興味ねえんだぞ。それに創立記念の式典で寝てたのは俺様だけじゃないもんね。レオナだってグースが寝てたんだぞ。寮長だから一番前のすげえ目立つ特別な席に座ってたのにずっと寝てて、他のやつに注意されても無視してただろ。あれに比べたら俺様の方がマシなんだぞ。寮長の挨拶の時は今日を迎えられてよかった以上しか言わなかったし、長い話は嫌だけどいくらなんでも短すぎんだぞ。あいつなんであれで許されてんだろうな。その点ビルの挨拶は長くもなく短くもなくちょうどよかったんだぞ。でも今後もナイトレイブンカレッジ生として恥ずかしくないように行動すること。って怖い顔してたな。なのにポムフィオーレの奴らはみんなキラキラした目でビルのこと見てたんだぞ。ルークなんかビルの話を聞いた後立ち上がって拍手してたじゃねえか。ビルは大げさすぎるって嫌がってたけど、ルークは全然気にしないでビルが立ってるステージの上に花を投げてたんだぞ。他の寮長の挨拶でも花は投げなかったけど、いちいちボーテーって叫んでたし、他にも難しい言葉で全員をベラベラ褒めてたんだぞ。なんであんなにたくさん思いつけるんだ。そうか、ルークってほんと変なやつなんだぞ。まあ変といえばイデアも負けてねえよな。寮長の座る椅子の上にタブレットが置いてあったからまた来ねえのかと思ってたら、式典が始まる直前オルトに引きずられてきただろ。俺様笑っちまった。嫌でござるって暴れてたけど、オルトに何か言われてからはおとなしくなったんだぞ。信じられねえぐらい猫背になって一度も顔を上げなかったけど、ちゃんと前に座ってた。まあ挨拶は録音を流してたみてえだけどな。それでもオルトのやつ嬉しそうだったな。俺様あいつの近くにいたんだけど、兄さんかっこいいでしょってずっと自慢してたんだぞ。どこがだ。他のやつらと一緒に鼻で笑ってたら、なんか急にオルトの首の紫のところが光り始めてカウントダウンを始めたから怖かったんだぞ。みんなもビビって謝ったから止まったけど、あれって何のカウントダウンだったんだ。そうだな。